まあ、きっちり見極めができれば、正確にはボール球なんですけれどもね、やはりそれだけ涌井のボールが今日は来てるんじゃないかと思いますよ。はい、T 岡田は昨日おとといのライオンズ戦2試合ともノーヒットでした。ここで外のボールを使います。まあ、最近の5試合でも T 岡田は18打数2安打打点1、まあ、2安打の中で4月14日の日本ハム増井からの2号ソロホームランがあります。2アウトランナー2塁1塁、これも構えは外、逆球になった、三塁線は入っている、入っている、いっぱいに入った、セカンドランナー三塁回ってきた、1点先取、 T 岡田のツーベースヒットが出ました。オリックス初回に1点、5番に上げた T 岡田のタイムリーツーベースヒットが出ました。コントロールのいい涌井としてはこれ構えたところとは違いましたね。そうですね、まあ、外いっぱいを要求したんですけれども、はい、若干中に入ってきましたよね。はい、まあ、追い込まれてましたからね、はい、もう来た頃は何でも行くというような姿勢でしたからね。はい、